長野オリンピック、そしてフランスワールドカップと続いたスポーツイヤー1998年を締めくくるバンコクアジア大会です。4年に一度のアジアのスポーツの祭典、36競技377種目のスタートを切るのが男子サッカーです。今月6日の開会式を前に1週間早く、昨日サッカーは1次リーグが始まりました。日本は2年後のシドニーオリンピックを睨んで、先日アルゼンチンを破った21歳以下の代表チームが初めてのアジアの大会に挑みます。初戦の相手はネパールです。日本の1次リーグの会場はバンコクの南700キロ、マレーシアの国境に近い静かな港町、トランのトランスタジアムです。この試合の解説は早野博さん、実況は栗田晴之でお伝えしてまいります。あの広島大会から4年、第13回のアジア大会はタイのバンコクを中心に15都市で行われます。今回のアジア大会に男子のサッカーは23の国と地域から参加しました。ではその23チームをご紹介しましょう。 A 組はトルクメニスタン、ベトナム、韓国。昨日の試合でトルクメニスタンがベトナムを2対0で下しています。 B 組、前回準優勝の中国、レバノン、カンボジア。中国が初戦をレバノンに勝っています。 C 組に日本が入っています。ネパールとインドが同じです。 D 組はタジキスタン、モルディブ、カタール。 E 組は北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国と UAE、 アラブ首長国連邦の2チームだけ。 F 組は香港、オマーン、そして地元のタイ。G 組はモンゴル、クウェート、そして前回優勝のウズベキスタン。 H 組はカザフスタン、イラン、ラオスというのが出場チームです。さあそして日本の入る C 組、日本は今日ネパールと対戦して1日置いて3日にインドと対戦して1次リーグを2試合戦います。今日対戦するネパールは去年のワールドカップアジア1次予選で対戦しています。インドはこのアジア大会2回優勝してるんですが、このところアジアの大会でいい成績は残していません。さあ今回の大会の方式、これをご紹介していきましょう。この8つの組に分かれた1次リーグ、勝ち点制です。勝つと勝ち点が3、引き分けで1、チームがベスト8となって決勝トーナメント、準々決勝、準決勝と戦って19日の土曜日に決勝が行われます。さあ日本とネパールの両チームの選手が入ってきました。この試合の解説は早野博さんです。早野さん、はい、このアジア大会の男子のサッカー通じて、はい、早野さんとお二人で伝えていきますけれども、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この大会で早野さんが日本に期待することはどんなところですか？そうですね、やはりレベルも上がってきていることを全員が知っていると思いますので、妥協して勝たないということを期待したいですね。両チームの試合前のセレモニーです。現在の気温は38度、まもなくタイの時間では午後の3時半になります。
今ようやくこのトランスタジアムは風が出て日が陰ってきましたが、まあ、何しろ気温が38度。早野さん、この暑さとの戦いもありますね、はい、その通りですね。やはり、タイでやるということはもうそれを覚悟してきて、来なきゃいけないと思うんですね。ただ今本当に日が陰って、先ほどの状態だと直射日光がかなりきつかったですからね。日本は今日はスターティングメンバー、アルゼンチン戦と1人変わっています。あのマリノスの中村俊輔が発熱のため今日は試合に出ることができません。その中村に代わって今日はジュビロ磐田の高原がスターティングメンバーに入ります。一方こちら赤いユニフォームがネパールです。今日の主審はタイのチャイワットさん、副審のヒラトンさんとナートさんもタイの方です。5番をつけた宮本は右の太ももの付け根を痛めているという情報で2日間別メニューですが、今日はスターティングメンバーに入ってきています。日本のスターティングメンバーを先にご紹介しておきますと、ゴールキーパーに南、ディフェンスには戸田、宮本、古賀正弘、中盤に稲本、石井、市川、中谷、そして小野、ツートップには福田と高原という布陣です。早野さん、はい、中村俊輔が、はい、まあ、病気のために試合に出られないと。そうですね、いうことでちょっとシステムが変わってくるとは思いますけれども。そうですね、やはりこのメンバーを見ると福田、高原というツートップに、その下に小野がつくと、リンクをしていくというような形だと思いますね。あとはアルゼンチン戦とスタメン、アルゼンチンのスタメンとほとんど変わってないと思います。ですからやり方もその継続性を持ってやるということだというふうに思います。トルシエ監督は初めてのアジアの大会で非常に嬉しい、オリンピックではなくて4年後のワールドカップに向けての第一歩だと、若い日本にいい経験ができる大会なんだというふうに言っていました、はい、その通りですね。目標は常にワールドカップ、もうワールドカップに出た日本であればそれがいつも頭になきゃいけないと思います。ですからこのアジアの大会で手を抜いていいということには絶対ならない。とにかく一戦一戦自分たちの身になるための経験をしなければいけないと思いますね。時間を過ごすということは経験ではないと思いますから、期待して見ていきたいと思います。初戦がネパールということになりましたが、はい、この初戦の重要性といったものはいかがでしょうか、はい、今のこの始まる前ですね、いろんな実績から見れば日本の方がかなり上だと思うんですね。ただスタートを切るときにやはり 100m のダッシュでも1本目がきちっと出た方がいいこうレースができるというのはありますから、この1本目というのは非常に大切になると思いますね。このアジア大会をトルシエ監督は、まあ、決勝まで行くと19日間で8試合戦わなければいけない、ツールドフランスに例えて、はい、選手を休ませたりしながら、まあ、遠くに早くに行くことを考えなければいけないんだというふうに例えましたかね。私が 100m 来たらツールドフランス、さすがフランス人ですね。その辺はただレースというその流れの中、かなりこう1ヶ月のコンディションというのもですね、このチームにとっても経験になってくると思いますね。日本はこのアジア大会に2年後のシドニーオリンピックを目指す21歳以下の代表を揃えてきました。この今日スターティングメンバーに入っている11人、97年の世界ユース20歳以下の世界大会に出場した選手が5人います。そして先日アジアのユース大会を戦って、そして来年の世界ユースに出場することを決めたメンバーが4人入っている。まあ、何しろスターティングメンバーの11人の中にもですね、はい、ほとんど、まあ、10人ですね、世界を知ってる選手が入ってるんですよね。そうですね、ですからこのもう後戻りはできないということを常に思っててやってほしいと思うんですね。常に上を目指してワールドカップの、これはずっと先になると思いますけど、優勝というのをね、最後まで考えていくというのが大切だと思いますよ。トランスタジアムは日が陰ってようやく風が出てきました。過ごしやすくなって時刻の方が3時半を回ったところです。赤がネパール、そして左におなじみのユニフォームの日本です。ネパールのキックオフで試合が始まります。今日の試合は主審副審ともにタイの方です。ネパールは前回の広島大会では一次グループリーグで3敗を喫しています。市川です。
ゴールキーパーはデイソルの南、こちらがエスパルスの市川です。右の中盤に入っています14番がレッズの石井、市川、グランパス8の古賀正弘です。この古賀と今ボールに触るガンバの宮本、そして左に入っているのがエスパルスの戸田、この3バックがうまくラインを押し上げて非常に中盤を狭くして戦って勝ったのがアルゼンチン戦でした。そうですね、これはね非常にモチベーションの問題でもあると思うんですけれども、強敵のアルゼンチン、それに対しては非常にこう前向きにやっていい結果が出たと。じゃあネパールの試合はどうするのか、この辺で相手をこう軽く見てですね、いつか点は入るだろうというようなことをやると非常に苦しい戦いになっていってしまうんじゃないかなと思いますね。この高くラインを押し上げている日本の裏のスペースを狙ってきますネパールです。右サイドに市川、そしてジュビロの高原、市川が右のスペースに走っていきましたがこれはカットされています。市川、ネパールの方は昨日までの練習を見ていますと1人スイーパーが余って、その前に4人のバック、はい、中盤もやや引いて3人いて、はい、今2トップといった形の布陣です ね。非常にこうディフェンスの練習をしてましたけれどもね。また後でご紹介しますが、ネパールの監督さんは韓国人のユキフン監督です。日本から点を取ることは考えられないので、守って守ってスクを低く抑えたいんだという話をしていましたが、うん、4番はエスパルスの戸田、左のディフェンダーの選手です。高原がキープできませんでした。その戸田が上がってきます。キャプテンマークをつけたのがガンバの宮本、宮本が上がってくる、高原につながったがオフサイド、フラッグは上がっていますが取っていません。ようやくここでオフサイドフラッグを主審のシャイワットさんが見て取っています。ネパールのゴールキーパーは19歳のチョーダリ、ネパールの方は去年のワールドカップ予選を戦ったメンバーが4人、19歳以下の代表選手が1人、そして16歳以下の代表選手が2人入っている。そうですね、若い選手を入れてきましたね。20人の登録メンバーを見ますと31歳から15歳までの頃構成になってるんですよね。珍しいですね、そういう構成もね。ラインの裏狙った。トルシエ監督はネパールの情報はほとんどない、逆にネパールの方は日本の情報をたくさん持ってるだろうという話をしていましたが、うん、ネパールの方もですね、やはりディフェンスラインを押し上げてくるというのをかなりですね、これ意識しているような攻撃ですね。そうですね、昨日練習でもですね、一応パターンを決めて守りの地点から奪って前に攻めていくんだということを、特にチェンジサイドですね、思い切ったチェンジサイド一発で抜けようというようなことを考えてましたね。右サイドにボールが出ています、ネパール。これですね、こういった攻撃ですよ。タマンです、後ろからシュートがあった。この試合初めてのシュートはネパールが打ちました。前半の間もなく4分になるところです、非常にいい形でネパールがボールを取って、はい、それと昨日やってた速いこうクロスボールですよね、それとフィニッシュまで行ってると、これはネパールの狙いだと思うんですね。ちょっと今のは日本のディフェンスはヒヤッとしましたか。トレシー監督の3人ラインで守れというのは、ね、極論だと思うんですけども、それぐらいの気持ちで守れと。ただこの今までの立ち上がり見てると非常にこうバラバラのような感じがするんですね。初戦のプレッシャーというんですかね、そういうところを早く若いですからね、こういったところをきちっと修正していかなきゃいけないと思いますね。特にトルシエ監督はネパールが引いてくる、引いてくる相手への対処が必要だと、はい、うん、早い段階でプレッシャーをかけて相手のバランスを崩して早い時間帯に点を取りたいんだと。それはもう定石ですね。やはりこの1点目が早い時間帯に入れば肩の力がちょっと抜けたりとかしますからね。ただ逆に今日の展開は早野さんご指摘の日本の方がバランスが崩れていると、どうしても攻めていきたいんですけども、相手の人数多いですから、それを例えば外からまず崩すんだというような形がここまで出てないんですよね。ですから各個人のアイデアがうまく組み合わされば非常にいいタレントがいますから攻撃的なサッカーができると思うんですけども、今の状態こうフリーですよね、ここからどうするかでしょうね。
高原へ。高原がキープする。福田がゴール前に詰めています。中谷からオロヘディングシュート。これは一つの狙いですよね。サイドからのクロスに対して2列目から小野が飛び込んでヘディング、こういったところをね本当にね決めるんだっていう形ですよね。小野は前のアルゼンチン戦で納得できない点があって、それはシュートを狙っていない、うん、自分でもっとゴールを狙わなければいけないんだという話をしていましたが、まあ、特にこうやって引いてくる相手には小野は不利になります。これシュートでしょうね。左足のシュート、やや芝がこう長いような感じがありました。ちょっとねこうムラがあって長いもんですから足が沈みますんで非常にやりにくいと思うんですけども、今日はまあそうした意味では小野はゴールを積極的に狙いたい、うん、特に引いてくる相手には2列目からのシュート、はい、フリーになるだけにこれが有効になるんだと。その通りですね。まあ、ああした形でシュートを打ってきますと当然引いているディフェンスラインも前にこれ詰めて、はい、プレッシャーをかけていかなければいけなくなりますからね、うん、その通りですね。ただね5人は必ず守ってますんで、それとトップも外して中盤も守りに入ってきますから、そうなかなかないと思うんですね。これはキーパーの長打りが出ています。ネパールは1人スイーパーがいて、その前に4人のディフェンダーがいます。さらにその前にも中盤の守備的な形で3人いる。攻撃するのはこれほとんど2トップだけと。その通りですね、いう形になっています。まあネパール関係者も試合前に8人で守って攻めるのは2人だけでいいんだという話をしていましたが、その通りのこれ展開になってますね。そうですね、まあ、それがいいか悪いかというよりチームのコンセプトというものが選手がそう理解していればですね機能すると思うんですよ。日本の方はゴールキーパーにレイソルの南、ディフェンスに左からエスパルス戸田、真ん中にガンバの宮本、右にグランパスの古賀、中盤には守備的な位置に左稲本、右にレッズの石井、左のサイドには中谷、右には市川。さあネパールがチャンスにまたなってくる。今のね市川君のプレーなんかにしても、その11番の片岡っていうんですね、追ってきたと。で中途半端なプレーで例えば蹴り出すとかですねしないために今のクロスボールが上がってきたということですから、こういった少しずつのこう気の緩みとは言いませんけれども、自分でも分かんないぐらいのそういったものがチームに対して大きなこうひび割れになっていくということはよくありますんでね、はい、もうこれで立ち上がり言ってるように前から取りに行くんであれば、本当体張って取りに行って攻めという形を作らないといけないと思います。そのあたりこの暑さの影響もあって、はい、最初から飛ばすとですね、うん、これ90分が大変だという思いが選手にはどうでしょう、はい、ありますか。ただね立ち上がりっていうのはそういう風にしないといけないと思うんですよ。それからペースを掴んでくるっていうのがこのゲームでのプランだと思うんですね、はい、ただノーマルに行き過ぎたために自分たちも何するかわからないような状態になることが一番まずいと思うんですね。日本はそして中盤の、まあ、司令塔的な役割として中盤の前の中にレッズの小野が入って、そして2トップは左に福田、そして右に高原です。小野、稲本、ガンバの宮本、右のディフェンダーはグランパスの古賀正弘、もうこの時点でも8人が守ってますね。石川、石井、もう一回石井が上がってくる。シュートを打った小野、今日は小野は3本目のシュートですけれども、いずれも外れています。前半は9分を回っています。小野は、まあ、シュートを狙いたい、ゴールを狙いたいと言いながら、このネパール戦で早い時間にやはり点が入らないと、うん、焦ってくることはあるでしょうというふうには言っていましたが、そうですね、まあ、それは本当に早い時間に入ればね勝ちが少しずつ近づいてくる一つの要因ですから、でそのために何をするかというのが立ち上がりの一番のコンセプトだと思うんですね。それがちょっとはっきりしなかったなという立ち上がりですね。稲本からレッズ石井、右はエスパルスの市川です。もう一回石井、ちょっとパスが中途半端だった。そしてまたこのスペースに市川が入っていったんですけれども、ボールがつながらない。宮本、いや今のケース市川が勝負でしょうね。相手一人しかいませんからスペースもありまして、そういう状況判断でしょうね。中谷がキープする。グランパス8の中谷です。
まあ、トルシエ監督は暑い中でもボールを取るときにはアグレッシブに行くことは変わらないんだということを話していましたが、まだこの日本に福田のヘディングシュート、決まった。日本ようやく先制です。前半の11分、日本福田のヘディングシュートで先制です。田村さん、はい、まあ、これは福田に合わせていって、うん、稲本のボールでしたかね。そうですね、稲本から福田ですから、今のシーンによればクロスボール一つであって、相手センターのヘディングが弱かったということで得点になるわけですね。ですからこれを続ければ多分どんどん点が入ると思うんですよ、そういうふうにするのか、自分たちの流れの中で点を取っていくのかということが、あので区別できないといけないと思いますね。まあ、これはしかし単純に点は取れましたけれども、はい、まだここまでの日本は褒められた内容じゃないですね。まあ立ち上がりですからね、ちょっと辛口で言えばそうなりますけれども、こうパスを意識するあまりね、自分でのアタッキングこう精度っていうのを引っ込めちゃってるんですよ。しかもそれで言えば向こうは完全に下がりますから、なかなかいい形は作れないんじゃないかなと思いますね。稲本の前にもこれだけ大きなスペースがあります。そして左のディフェンダーの戸田も上がってくる。中谷とスイッチしてきます。ゴール前には3人待っていますが、小野のヘディング、この石川です。これでいいと思いますよ。石川が勝負に勝つ、中に入れてシュート、2点目。また福田、前半の12分日本2対0、福田今日2得点目で日本2対0です。やはりこの石川の縦への突破によってセンターのマークがずれるということですね。まあ、1点が前半の立ち上がり11分に入りました、まあ、それからまた非常に日本の動きも良くなってくるわけなんですが、そうですね、ですからこういった守った時にですね、横からのサイドからのクロスボールに対して点を取る、それと引いてますから完全にフリーにはなれないわけですから、そのちょっと外したところにいいボールをどう供給していくかというのもテーマになってくると思うんですね。日本が2対0とリードを奪っています。前半の12分を回っています。まあこれ早い時間帯にもう2点が入りましたんで、はい、まあ、日本選手のその初戦の硬さなどもこれ抜けてくると思います、ね、その通りですね。こういう追い方でうまく、ああこのところですね、まあ、ですからこのネパール戦を見るだけではなくて、これ以外にもちろん上位に行くにつれて、はい、韓国であり、あるいは UAE アラブ首長国連邦であり、うん、まあ、そうしたチームと戦わなくてはいけないわけですから、まあ、その通りですね。ただその上のことを考えた場合にどうして敗れてしまったのかというのは、小さなミスから敗られているわけですから、逆に小さなミスを起こさないようなことをいつもしておかなきゃいけないわけですね。ここのゲームでは小さなミスは絶対失点にならないかもしれませんけれども、4番はエスパルスの戸田です。5番が宮本、ネパールの2トップの1人は9番の女子です。日本がややずるずると引きずられて後ろに下がってきます。ただやはりね、もう最初から10点以上取って勝つんだとかっていうのはね、僕はサッカーじゃないと思いますから、1点1点の積み重ねの結果が何点になるかということだと思うんですね。ですから自分たちがやろうとしていることが、先ほどから申し上げてますけども、形となって現れることが大切だと思います。稲本、小野、小野から前の福田へ、今日2得点の福田。日本ボールのフリーキックです。昨日ようやくトルシエ監督はセットプレー、フリーキックやコーナーキックでの攻撃の練習をしました。してましたね、まあ、それがどんな形で成果となって現れるか。こちらのフリーキックは小野が蹴って、こうした位置も練習してましたよね、うん、これやってますよね、今ちょっと画面には映ってませんけれども、遠いサイドの中谷あたりが飛び込んでくると、ニアで来るかフォアで来るか、最初ニアで来ましたね。近いサイドヘディングシュート、稲本、ガンバの稲本のヘディングは180センチあります。稲本、まず最初は普通にと言いますか、
そうですね、ニアサイド近い方のサイドでのヘディングを狙ったということですね。まあ、セットプレーではこの近いサイドを狙うのが一番、まあ、得点になる確率が高いプレーになります。この市川、グランパスの古賀、エスパルスの戸田へ、ガンバの稲本、レッズの石井です。中谷が上がって、そのグランパスの中谷が行く。福田がややスルーするような感じになって、中谷が左のサイドから上がってきました。あのシーンでも福田君がただスルーするんじゃなくて、自分が受けるような格好をしながらスルーして、もう一回ゴール前に入ってくるような意識が出るともっと面白いと思うんですね。福田は前のアルゼンチン戦についてゴール前に入るその前の動き、ボールがない時の動きをもう一度これうまくやらないと、フェイクを入れなりしてね。そうですね、このあたりが一つまだ課題になってるんだと。この形でしょうね。福田のヘディング、またその福田が得意のヘディングで狙ってきました。古賀正弘上がって13番は大野、レッズの石井、グランパスの左利きの中谷です。7番はガンバの稲本。ネパールはですね、引いてますけど人を掴んでませんのでね、自分たちがイニシアチブを持って動き出せば必ずボールは出てくると思うんですけどもね。今これゴール前に赤いネパールのチームがいますけど、人がいないのに戻ってますよね。そうですね。ですから人を見てないわけですから、自分たちがこうアイデアを持って動き出すということが大切になりますね。ですからネパールの場合は単にもう人数をかけてゴール前をこれ壁を作るような、そうですね、そんな感じになってますね。はい、ただまあそうしたディフェンスをしてもすでに2失点を与えているネパールです。まあ、ネパールもなんとかこの試合は敗れるにしてもスコアを低く抑えて、はい、その次のインドに勝ってベスト16に進みたいと。その通りですね。いうことを韓国人のユ・チフン監督は話していましたが、シュートを打ってきた石井のシュート。ということは今のシュートもやはりマークはただいないですから、打てるということなんですね。まあ、これほとんど中盤の稲本、はい、まあ、これ石井ですが、小野もですね、フリーでボールにこれ触ることができますよね。ですから稲本、石井というのはその向こうのそのトップ下のカダカ、アマッティ、タパという3人が今下がったところから打ってますので、これでもネパールが非常にこう引いてるっていう場面が分かると思うんですね。はい、ここは自分で全部行ってもいいですね。ジュビロの高原です。高原、福田、右サイドの市川、ちょっと福田が倒れています。市川、日本ボールのスローインです。アジア大会のこの男子のサッカーは開会式を前に1週間早く昨日すでに始まっています。36競技377種目のスタートを切ったこの男子のサッカーです。小野からヘディング、後ろからのシュート、最後は左のアウトサイドの中谷のシュートです。ここで競った後ですね、こぼれる、そこでシュート、ちょっと流れたんで難しかったと思いますけどね。高原が競らして、そして最後はグランパス8の中谷。この中谷は95年の17歳以下の世界選手権を経験している選手です。ディフェンスラインは今ご覧いただいたおなじみの3人、左に戸田、真ん中に宮本、右に古賀正弘です。そして守備的な位置に14番の石井と7番の稲本、トップの高原に当てて中盤から稲本が上がってきます。福田とはちょっと合いませんでした。こうしたミスもですね、はい、これ力が強いチームですとこれ失点につながっていきますからね。そういうことですね。ですから今のも福田君にボールを出した、稲本から出したときに福田が止まってるわけですね。ですから足元に出したいということはよくわかるんですけども、
もう少し自分のその受け手の方が動きながらボールを受けて稲本が出てくるのスペースを作るとかですね、そういった次への展開を良くするための動きというのを出していくといいと思いますね。小野、古賀雅弘が上がってきます。右サイドのディフェンダーです。上げてくる。後ろから石井がいます。ネパールのファールで日本ボールのフリーキックです。アジア大会の初戦、日本の相手はネパールです。この位置からのフリーキックも昨日は中村俊輔と小野で練習していたんですが、簡単に打ってシュート。もう一度ですね。もう一度やり直しです、はい、ボールを止めて、そして壁を完全に下げきってませんでした。小野としては、まあ早くはい、蹴ってということを考えたんでしょうけれども、レフリーはやはり壁を作るための時間を取ったんで、そこで一回止まりましたよね、はい、昨日はこの位置からは中村俊輔と小野で2人でフリーキックの練習をしてたんですが、そうですね、今日は中村俊輔が発熱のためいません。サイドに流してシュート。あー、ダイレクトボレーで中谷が狙ってきた。これも昨日かなり練習していたプレーですね。そうですね、小野が打つと見せかけてサイドに流して、まあコーナーキックなんかでもあのフリーキックでももっとね、もうちょっとサイド側の時にニアサイドにグッと走ったと裏側にこういった形で狙ってますけれども、はい、昨日の練習でもトルシエ監督は中谷あるいは市川にああしたボールの打つにはダイレクトで狙ってこいと、そうですね、いう指示を出してましたよね、はい、トルシエ監督が一番うまかったですね。そうですねキャプテンの宮本、左は今シュートを放った中谷、稲本、小野から福田、高原行く、中谷、日本ボールのスローインです。前半は22分を回っています。2対02点をリードしています日本。前半11分と12分立て続けにグランパスの福田が2点を挙げています。古賀雅弘、福田がスペースを取りながら走っていきますがゴール前、石井、小野、2列目から小野がこう飛び込んでくると、はい、今のはね完全にこう糸が通じてたと思いますけれども、ここをつなげるのはもう技術しかないわけですね。そこもきちっとやるっていうのもこのゲームでの一つ大切なことだと思いますね、はい、なおこの日本代表は20人登録されてるんですけれども、まだアビスパの山下、それから横浜マリノスの古賀誠司が合流していません。ですから18人のメンバーで、そしてベンチにはジェフの山口、そして東福岡高校の金子、レイソルの明神、ジェフの広山、ゴールキーパーにマリノスの榎本が入っています。一人日本の選手が倒れています。前半は23分を回っています。小野が倒れています。今ようやくその小野が立ち上がっています。ちょっとかなり痛そうですが、何しろこの21歳以下の代表もあの柳沢のね、そうですね、故障がありまして一人メンバーが変わっています。この一人余ってますよ。クロスボール助かりましたね。ちょっと危ない形でした。まあ、3人のディフェンダーで最終ラインを守ってくる、はい、どうしてもゴール前に行きますと両サイドのスペースがですね、これ空いてしまうわけですね。そうですね、そのためにゾーンでやってますから、そのボールサイドを締めない、締めるというのは狭くしなきゃいけないですね。福田、福田が勝負します。その福田に対するファールです。日本ボールのフリーキックです。小野が一旦これ治療のために出そうです。今のプレーです。福田が倒されて日本ボールのフリーキックになりますが、いつもフリーキックを蹴る小野が今ピッチの外に出て、右の足のちょっと下のあたりでしょうか、今治療しています。ですからこのボールのポイントのところには今19番の市川が行っています。これも練習してたパターンなんでね、ええ、キッカーが違いますからね。そうなんですね。市
川が蹴って近いサイド、このまま戻れそうです。市川です。石井、その石井に対するファールで日本ボールのフリーキックです。ここで小野が戻ります。レッズの石井、小野が戻っています。4番の戸田、左に中谷、稲本、中谷、まあ何しろネパールの赤いユニフォームがこれ全員引いてますからね。そうですね、全員この2対0で負けている状況でもこれ引くというのは全く原田さん変わりませんね。その通りですね。ただネパールとしても別に手を抜いてるわけじゃないと思うんですね。やはり日本の情報を取ってレベルの差というものを十分理解しながら戦いに出てきてますから、これを日本がどう全力で戦って破っていくかというのがテーマでしょうね。監督は韓国のユキフン監督ですから、当然これ日本の情報というのはよく入ってくるでしょうね。その通りだと思いますね。カダカが走っていきます。左の中盤の選手です。9番はトップの女子、19番が若いタマンです。一人余って4番のスイーパーのネムクル、もうほとんど上がることはありませんので、まあ、リベロという形よりもスイーパー、そうですね、もうゴール前にゴールキーパーの前に張り付いているような選手です。ネパールボールのスローインです。石川が下がっています。まだこうしたところのディフェンス、今のもコーナーキックにしてしまいましたし、本当にさっき申し上げてますけども、まあ点が入らなかったらよかったろうとか、今のボールはまあしょうがない相手ボールになったけど外に出したよとか、そういった感覚じゃなくしてほしいですね、はい、もっと厳しくですね、一つ一つのプレーを積み上げていかないと僕はサッカーには特効薬ないと思いますから、そういったものを身につけていくことが大切なんだと思うんですね。そのための経験のゲームだと思います。遠いサイドです。市川、スレスタ、7番はクマールタバ、19歳の選手です。織り込んでくる。キーパーはレイソルの南です。どうも日本は2点を取ってから緊張感はなくなりましたけれども、はい、アグレッシブさ、はい、ちょっと落ち着いてしまったようなそんな印象もあるんですが、やはり気候との関係があると思いますね。アルゼンチンとのゲームの時というのは本当に全体がアグレッシブ、ちょっとスピードが落ちてきましたけれども、やり抜こうという気持ちがあった、それは結果じゃないですから、ここのゲームの中でもその部分を見せないといけないと思うんですね。全部は無理だと思いますけども。タイのトラン、バンコクの南およそ700キロにありますが、そのトランスタジアム、雲が出て風も出て過ごしやすくなってきています。手元の寒暖計でも気温の方は33度まで下がっています。とはいえまだ33度あります。ピッチの上はもっと暑いと思います。石井です。この辺りで簡単にボールを取られるケースが今日はあります。いや、これもライン取れてなかったですね。ナレシュ女子トップの選手です。下げる、ここに詰める選手がいなくて、まあ、これも失点にはなりませんでしたけれども、はい、まあ、ですから点を取られなかったからいいというわけではありませんからね。そうですね、それは石井君のボールを取られてからなんですけども、ラインが取れずに宮本君が下がったためにオフサイドにならなかったシーンですね。これは入れないといけないと思いますけどね。ジビロの高原に対するファールです。あと一つはこのセットプレーというのはワールドカップでも非常に得点率が高かった、だからこういうのは入れなきゃいけないわけですよね、はい、それがゲームを本当緊張したゲームの時には必要になってくる武器の一つなんですけど、
これ後ろから高原に行きましたがイエローカードが出ています。14番のマハルザンにイエローカード。高原は起き上がっています。さあそのセットプレーフリーキックになりますがゴール前正面、まあ、距離的には20メートルほどですから小野としては直接狙ってきたいところですが、もう17メートルでしょうね、あの位置だったらね。そうですね。小野が狙ってきて日本3点目。小野がフリーキックを直接入れて日本3対0です。今選手たちは走り出しましたけども、これは決めたんだからピュッと帰ってですね、またこう自分たちのゲームをしていくんだという姿勢を見せてほしかったですね。前半の31分、小野がフリーキックを直接ゴールに入れて日本3対0です。まあ、これは小野の技術の高さ、はい、昨日の練習では中村俊輔が蹴るふりをして小野が蹴ったり、うん、小野が蹴るふりをして中村が蹴ったりと、そうでしょうね、いった形の練習をしていましたけれども、その中村俊輔が今日は発熱のためにゲームに出られずベンチにも入れないということで今日は小野一人でフリーキックを任されています。市川の突破があった、シュートクラッ、まあ、これもサイドをえぐってきて非常にいい形で決定的なチャンスになっています、はい、日本。そうですね、このフィニッシュの場面じゃなくてですね、この前なんですね、良かったのが、はい、キックオフからラッシュをかけて前線が追い始めて、しかも高い位置だったためにここまで来たということですね。だから時間を決めてそういうのをやってみるっていうのも一つ手だと思うんですね。こちら手前の方がネパールのユキフン監督です。半年前ネパールに来て、そして3ヶ月前に代表監督に就任しています。さあ今度はコーナーキック日本です。遠いサイドをやってきた中田にのぼれシュート、練習でやっていたと同じ形ですね。いやしかし練習ではなかなかあのゴールに行かなかった中田ですけれども、でもこれはね本当にいいシュートですよ。体をこう倒してね、中田にのぼれ、はい、いやこれゴール行ってますね、枠にね行くんですよね、なぜかというのはやはりこの緊張感集中が保てた状態だと行くんですね。今度は近いサイドシュート、稲本のシュート。前半の32分を回っています。しかしまあ練習していたセットプレーで、はい、まあ、得点にはなりませんでしたけれども、うん、中谷がいい形でボレーでシュートを打つことができましたし、はい、まあ、近いサイドから飛び込んでくるというプレーもありましたね、はい、こういったところも一つセットプレーではできるわけですから、流れの中で誰かがリーダーシップを持ってやっていくということが、このバランスを崩さないためには必要だと思います。まあ、トルシエ監督の場合にはセットプレーの練習というとどうしてもディフェンスの方が多かった、まあ、それは一瞬のうちに選手同士の誤解で失点するケースがあるということで、うん、まあ、ですからセットプレーのディフェンスにはこれまで時間をかけてきました。こうちょっとこれ接触して効果が倒れてますね。12番の小川雅宏、はい、膝を打ったかでしょうね。まだ日本の代表チームは20人の登録中18人しかこのタイに来ていません。そしてあの柳沢がチャンピオンシップで故障をして、結局メンバーは横浜マリノスの古賀誠司に変わっている。そして今日は中村が病気ということで、ベンチ入りする選手も J1 の参入戦が終わってこちらに合流したばかりの山口や、あるいは広山もちゃんと入ってますし、昨日右足の太ももの付け根を痛めたと言われたレイソルの明神も今日はベンチに入ってきています。はい、そうですね、まあ、一番最初に申し上げましたけど今日から始まって、まあ、ファイナルまで行くか行ってほしいんですけれども、長い期間の間ですから調整もうまくしないといけないと思うんですね。左のカダカからラインの裏を狙って7番のクマールタバ、ややネパールがようやくこの前半の30分を回ってから前に前に来るようになってきます。そうですね、今走った7番のクマールタバ、左サイドのカダカ、こういったところは飛び出してくるのを狙ってやってますけれども、中盤でなかなかボールがキープできませんからね、その辺の練習が身を結ばないなという感じがしますね。
トルシエ監督はあのアルゼンチン戦に勝ったことでモチベーションも高まって疲れもなくなった、非常に大きい勝利だったと言っています。そうですね、あのゲームは本当にアグレッシブに全部がボールを取りに行って本当に90分持つのかなと思いましたけれども、やろうという意識がそれを上回ったと思いますね。ただその強い相手にアグレッシブに行けることは分かったと、はい、逆に弱いと思われている相手にどう対応できるかというのをこの2試合見たいんだと、うん、なるほどいうことを話していましたけれども、あとその日本がいわゆるアウェー、はい、違う環境の中でどういう試合運びができるかというのも、うん、トルシエ監督が非常に注目しているポイントの一つのようですね。ただここにいるメンバーはもうこういった経験をしてますから、そういう時点をクリアしなきゃいけないと思いますね。ですから相手が低いということで自分の中の気の緩みということでプレーを 100% しないというのが問題だというふうに、もしでしなかった場合はなってくると思いますね。前半は残り10分を切っています。日本が3対0とリード、福田2得点、小野のフリーキックの得点と1点です。この形ですよ。中谷上がってくる、折り返すか、コーナーキックです。日本ボールのコーナーキックです。中谷が折り返したところディフェンダーのクリアが入ってコーナーキックになっています、はい、こちらの向こう側のサイドのコーナーキックは中村俊輔が蹴っていましたが、今日は小野近いサイドを狙ってきた。エスパルスの戸田、中谷、そして小野、ネパールの選手が1人倒れていますので小野がボールを出しています。ネパールの方は1人スイーパーがいて、その前に4人のディフェンダー、中盤の3人もやや1列になって引き気味、守備的なミッドフィルダー的に3人います。そして2トップという布陣です。7番のクマールタパは19歳以下の代表にもエントリーされている選手です。右サイドのスペースに市川折り返してスルーして高原でした。ラインが上がっています。宮本、もうここに今宮本がいますけれども、ネパールの最終ラインは今自分自軍の半分ぐらいですからね。そうなんですよね、ほとんど日本のディフェンスラインの方はハーフウェイライン付近なんですよね。そうですね。小野左足、福田へいいボールが入ってきて、福田キーパーかわしてシュート、今のは福田決めたかった。高原もその右側のサイドで1人余っていましたし、いやこれはね、はっきり言って決めなきゃダメですよ。そうですね、全力を尽くしてプレーをするということは相手をああいう状態でもこう完全抜けてますからね、ここでゴールを見てきちっと決めなきゃいけないですね、これは。あるいは自分で決めるのが難しい、角度がないという判断をしたならば、高原が1人余ってますんでね、でもここは角度も関係ないと思いますよ。あ、そうですね、もう絶対決めなきゃいけない、自分の気持ちの緩みだと思いますね。こういったところですよ。この場面が例えばアルゼンチン戦だったら決められる、この場面では決められないというのがおかしいわけですから、ちょっと厳しい言い方ですけども、それぐらいの気持ちを入れないと僕は意味がないと思いますね、このゲームやってても。コーナーキックになります。稲本のヘディングが入りました。中谷、戸田、今のプレーで1人選手が倒れています。イエローカードが出たかもしれませんが、出ましたね今、はい、イエローカード出ましたね、はい、イエローカードがこの13番のプラダに出ています、はい、かなりこれ足が痛そうですが、中谷が倒れています。ネパールはここまでイエローカードが2枚出ています。ネパールの方が
どうしてもこれファールで止めざるを得なくなってきますんで、このシーンですね、ただちょっとドリブルが大きくなったのがですね、無理した部分だけファールになったという感じですね。中谷が今ピッチの外に出て治療しています。ようやく日が陰って、そして風が出て涼しさを感じるようになったトランスタジアムです。日本の初戦、アジア大会は開会式よりも1週間早く男子のサッカーが始まっています。宮本、そして戸田、戸田がボールを持って上がっていって、後ろから石井、小野、右サイド、市川がいい動き出しをしています。ただそこを使わずに中に入れて福田、今のは市川の右のスペースに出る動きをおとりにするような感じで、小野が逆のサイドを狙ってきました。日本ボールのコーナーキックになります。このコーナーキックは初めて、これ石井が蹴りに来ます。この形はおそらく練習はしていないと思いますけれども、ショートコーナーを使ってくる、シュート、中谷が狙ってきました。もう一回石井、稲本、後ろに下げて小野、小野粘る、ネパールボールです。日本のディフェンスラインはもう全員がこれ右のエンドに入っていました。日本のファールでネパールボールのフリーキックと変わります。前半は41分を回っています。今日は右の太ももの付け根を痛めているという情報で、出場が難しいんではないかと思われていた宮本ですけれども、昨日は完全別メニューでランニングだけでしたから、これはまあマスコミ関係者も他の関係者もですね、全員がこれ騙されたのか、あるいは本当にそうだったのか、これがトルシエ采配の一つなのかもしれませんが、この日本の3人のゾーン、地域で守るディフェンスの中にあって、真ん中にいる宮本は、このディフェンスリーダーですからね。その通りですね。この3人だけではなくて、前の石井、稲本も含めてコミュニケーション取らないと僕は無理だと思うんですね。はい、奈良市女子、結局まだネパールのシュートは立ち上がりに1本ありましたけれども、それ以外にシュートらしいシュートはネパールありません。ただボールがほとんどキープできない状況です。その通りですね。ほとんど日本のブルーのユニフォームがこうしてボールをキープしてくる、その対応に追われていく赤いユニフォームといった形、これは予想通りではありますけれども、ただネパールとしても先ほど申し上げましたけれども、こういった形で戦うことっていうのが試合前から想定されてきたし、選手たちもその理解してやってると思うんですね。福田、今日2得点、後ろから小野、下げて石井、石井がいった、シュートまではいきませんでした日本。ただ引いてますんで、ネパールもボールを取ってもですね、なかなかこれボール前に出せないんですよね。その通りですね。今のはディフェンスラインとしてはオフサイドを取ろうとしましたけれども、ラインが揃ってませんでした。ですから最後やはり宮本君が責任を取ってというよりかね、自分がリーダーですからそのカバーに走りましたけれども、アルゼンチン戦でも宮本は取ろうと思って、つまり狙って取ってないオフサイドが2つぐらいあったと、その時にはやはりヒヤッとしてしまったと。それはヒヤッとしますよね、自分はオフサイドかけるつもりないわけですからね、ただそのラインの高さというのを武器に、ラインを高く保ってゴール前から選手を遠ざけるという、このラインの高さというのはキープしていきたいんだという話をしています。ただそういった高さを持っているということは反面性を必ずサッカーというのはありますからね。ロスタイム3分ですね、ロスタイムは3分と掲示されています。
高く保つことによってボールプレッシャーをかけられるというメリットの反面、背後に大きなスペースを与えているということは事実ですから、はい、それは認識しておかなきゃいけないですね。ですから、まあ、そこに走り込んでくる選手とか、はい、高さのある選手、その通りですね。そうしたものが来たときに、その高いディフェンスラインの裏、うん、これが一つポイントになってくるわけでしょうね。まあ、アルゼンチン戦はそういったボールを入れてきませんでしたから、その中盤でのボールに対してのプレスがうまく効いたと思うんですけれども、これワールドカップでも見た通り、やっぱそのところプレスは分かってますから、それを超えた中でどうやって中盤の優位性を保つかというレベルをやってきたわけですね、はい、ですからこのやり方がいいとか悪いとかじゃなくて、そういったことを認識しながら自分たちのやっぱり両面戦というものを考えながらタクティクスを理解していかなきゃいけないと思いますね。古賀正弘です。バックパスになってキーパーから直接ボールが返ってきます。石井、守備的な位置に稲本、左に振って戸田が上がって、その前に中谷がいます。左のアウターサイド、これが左のディフェンダーの戸田です。一つには今みたいにこう迷う、ボールを持って探す時間というのが多くなってきたときは日本はあまり良くないと思った方がいいですね。これ強いチームだと当然ボールに寄せが来ますからね。そうですね、プレッシャーかかってくる、まあ、この状況が、ね、なかなか難しいと思いますけども、ボールを動かすということは受け手がいるということですね。それが動いてるからパスが動くということですから。また一人日本の選手が倒れています。稲本、小野、これ小野は一旦ボールを出しました。まあ、このあたりの判断は非常に小野は早いんですが、今日はフリーキックで1点を取っている小野、倒れているのは高原です。ジュビロの高原、高原もチャンピオンシップが28日に終わって29日の夜にようやくチームに合流して、今日はおそらくあのアルゼンチン戦と同じ福田のワントップをトルシエ監督は考えていたんだと思いますけれども、うん、そうですね、中村の発熱という中でこの2トップを着せずして試すということになりました。この2トップ頭の中にはあったと思いますけどね、それが中村のその病気によって実現したということですね、はい、ロスタイムは残り1分を切っています。まあ、こうしたボールでディフェンスライドの背後にボールを出されて、ね、はい、そしてこれスピードある2トップの選手がいた場合に日本ピンチになってくるわけでしょうね。そうですね、ですからこのゲームでやっぱりボールを失うところっていうのをもう少し徹底した方がいいと思いますね。中盤では絶対失わないという気持ちを持って、勝負球、スルーパスとかですね、ワンツーで出ていくということをこうトライしていけば、たとえ点が入らないとしても中盤の組み立てのシンプルさ、攻撃の、あの攻撃での突破性っていうのが出てくると思うんですけどね。今日はそれからあのいわゆるウェーブという動き、まあ、この相手ではなかなか出すことができないでしょうか。稲本が前に上がってきます。いや、僕はそんなことないと思いますよ、今もこう高原君ウェーブの形してますけども、はい、やっぱその辺の意識がなくなってますよね。やはりディフェンスの練習をかなりしてる分だけ忘れてるんじゃないですかね ここで前半終了です。バンコクアジア大会日本の初戦、日本対ネパールは前半終わって3対0、日本が3点をリードしてハーフタイムに入ります。日本は前半の11分にこの人福田、さらに1分後にもこの福田が得点を入れて2点、さらにこの小野が前半の31分にフリーキックを決めて計3点、3対0とリードを奪っています。早野さん、はい、まあ、立ち上がりの10分までは、うん、どうもそのアルゼンチン戦で見せたようなアグレッシブさは足りなかったような感じがありましたかね。そうですね、まあ前半にも随分厳しい福田君のシュートを外した時なんか言いましたけれども、やはり僕らはワールドカップに出た日本のチームというものを目標、それを超えていくような形を作らなければいけないということは、今までもああやってシュートを外したシーンがあったわけですね。そういったことを同じことを繰り返してては進歩がないという意味で僕は言わせていただいただけで、そういった厳しさっていうんですかね、こういう相手でも全力を尽くして倒していくという厳しさっていうものがこのゲームで僕は出てほしかったという意味でコメントをさせていただきましたね、はい。まあ、そうした中で、まあ、3対0、
前半の11分に先制したときには、はい、それからまた流れが良くなるかなと思ったんですけれども、うん、その後の流れはいかがですか。やっぱりねこれだけ引かれたときにどうしていくんだということがリーダーがいないという感じがしますよね、まあ、小野がリーダーをやろうとしてるんでしょうけれども、じゃあ逆に動きがちょっと減ってきたなという感じがしますから、うん、もっとポジションチェンジをしながら、まあ、飛び出していく人間、引いていく人間、サイドに開く人間というのがこう全体として動き出すと面白いと思います。まあ、何しろ立ち上がりの時には気温の方が36度ほどありましたが、はい、これ日が陰ってきて、はい、後半になりますとやや涼しくなってきますんで、はい、まあ、そうすると選手の動きもまだちょっと良くなるということはありますか。いや、ね、これはね日が出てないですけど暑いことは暑いですから、ですから時間帯を決めてみんなで行くんだということがはっきりするのは一つのアイデアだと思うんですね。そういった形でまとまってほしいと思います。前半終わって日本とネパールは3対0で日本がリードしてハーフタイムに入っています。それではここで10分間 BS ニュースをお伝えします。アジア大会のサッカー男子は BS ニュースの後再びお伝えします。の会長が贈賄の疑いで逮捕されました。毒物カレー事件で林真澄容疑者を近く逮捕するという方針について検察当局が最終的な協議を行いました。次世代の携帯電話事業への参入を目指して日米の3社が共同で新会社を設立することになりました。私鉄総連は来年の春闘で9100円の賃金引き上げを目指す方針です。経済同友会の牛尾代表幹事が景気は年内に底を打つという見方を示しました。こんばんは。ここで BS ニュースを10分間お伝えします。防衛庁の飛行艇製造をめぐる汚職事件で富士重工の会長が中島代議士への贈賄工作に深く関わっていた疑いが強まり、東京地検特捜部は今日会長を逮捕しました。逮捕されたのは富士重工の会長の河合勇容疑者です。東京地検特捜部の調べによりますと、河合会長は飛行艇などを製造する航空部門を直接指揮していて、中島代議士への働きかけや受注するまでのいきさつについて小暮前専務から報告を受けていたということです。そして飛行艇の受注に成功した直後のおととしの10月末、中島先生のおかげだからと述べて500万円が入った紙袋を中島代議士に渡すよう小暮前専務に指示したということです。和歌山市の毒物カレー事件で検察当局は今日東京で検察首脳会議を開き、和歌山県警察本部が林真澄容疑者を今月9日にも逮捕するとした方針を最終的に確認したものとみられます。この事件ではこれまでの警察の捜査で別の保険金詐欺などの疑いで再逮捕した林真澄容疑者の自宅の台所から血小状態のアヒ酸が見つかっています。またアヒ酸が混入されたとみられる時間帯に鍋に近づくことができてアヒ酸を混入することが可能だった人物は真澄容疑者しかいなかったとして、警察では真澄容疑者を今月9日にも逮捕する方針を固めています。今日の検察当局の協議ではこうした警察の方針を最終的に確認したものとみられます。次世代の携帯電話事業への参入を目指し、日米の携帯電話会社3社が共同で新会社を設立することを正式に明らかにしました。これは日本テレコムと日産自動車、それにアメリカ最大の携帯電話会社エアタッチの3社が明らかにしたものです。次世代の携帯電話は今の100倍以上のデータをやり取りできるのが特徴で、平成13年頃実用化される計画ですが、事業者の数は3つに限られます。日本テレコムなど3社は次世代携帯電話の需要調査や技術実験を進めるための会社を共同で設立し、他の通信会社にも出資を呼びかけて、早ければ来年半ばにも免許を申請したいとしています。私鉄総連は今日の中央委員会で、来年の春闘では高校卒業30歳の労働者を標準にして9100円の引き上げを目指す方針を決めました。私鉄総連はこれまで賃金の引き上げを組合員1人当たりに平均した額で要求していましたが、最近2年間の春闘で
大手私鉄の多くが標準的な労働者をモデルに回答したことなどから、今回から要求の方式そのものを改めることになりました。9100円という要求は私鉄の春闘の中で過去最低の水準です。この後各職場で討議を重ねて、来年2月に正式に春闘要求として決めることにしています。経済同友会の牛尾代表幹事が記者会見で、景気は年内に底を打つという見方を示しました。慎重な人でもこの今年の下期10月から来年3月ぐらいがもう経済の底であって、その辺で大体こう上がってくるんじゃないかということを言う人は非常に増えてきておりますから。さらに牛尾代表幹事は、私としては循環的な景気の底は年内だと見ていると述べ、景気は来年以降回復に向かうという見方を示しました。その上で牛尾代表幹事は、同じ業種の中でも企業ごとに業績に大きな差が出てくるのは避けられない、勝ち組と負け組がはっきりするのではないかと述べ、景気が回復局面に入っても業績が改善するところと悪化が続くところの差が出てくるという見方を示しました。世界の動きを映像でまとめました。12月1日は世界エイズデー。インドでは学生や政治家、それに有名な俳優も参加してニューデリーの繁華街を行進し、エイズ問題に対する理解を訴えました。インドではおよそ400万人がエイズに感染していると言われ、エイズに対する認識をいかに高めていくかが課題となっています。先月のハリケーンで大きな被害を受けたホンジュラスです。特に基幹産業の一つバナナの生産は壊滅的な打撃を受け、アメリカの企業が経営する農園も全滅しました。この被害で7800人の従業員の大半が解雇され、ハリケーンはホンジュラス経済に深刻な影響を与えています。家事の苦手な主婦もこれで大丈夫。世界で初めてという掃除ロボットが香港でお目見えしました。掃除が必要なところを自動的に判断してゴミやホコリを吸い取っていきます。このロボット、価格が高すぎるためまだ一般には販売されていません。タイのバンコクで開かれた恒例の犬のファッションショー、100匹以上のワンちゃんがおしゃれを競いました。今年はタイで開かれるアジア大会にちなんでスポーツがテーマ。海外から参加したワンちゃんも自慢のファッションを披露しました。ではニュース5項目続けてお伝えします。中堅建設会社の日本国土開発は、バブル経済の時期に行った過剰な不動産投資などで資金繰りに行き詰まり、今日東京地方裁判所に会社構成法の適用を申請して事実上倒産しました。関連会社の国土道路も会社構成法を申請し、連鎖倒産の第1号となりました。国会議員の定数削減を目指す自民党の議員グループが今日会合を開き、来年の通常国会に衆議院の定数を50人削減する法案を提出できるよう、党内外への働きかけを強めていくことになりました。今の選挙制度の中で比例代表の定数を削減する案を軸に調整を進めるとしています。カナダからの分離独立を最大の争点にしたケベック州の議会選挙は30日投票が行われ、独立推進派の与党ケベック党が勝利を収めました。ブシャール首相は勝利宣言の中で、目的は独立だ、分離独立を問う住民投票を実施すると語りました。大手証券会社や第一勧業銀行から巨額の利益提供を受けた罪で起訴されている爽快屋グループの小池隆一元代表の裁判で、検察側は懲役9ヶ月と追徴金6億9000万円余りを求刑しました。この中で検察側は、企業の弱みにつけ込んだ前例のない犯行だと述べました。新潟県の佐渡の両津湾で寒ブリの大漁が続いています。両津湾の沖合2キロにある定置網を引き上げますと、海面は逃げ場を失った寒ブリで泡立ちます。佐渡の寒ブリは今が一番脂が乗った時期で、今年は1匹10キロ以上の大型のブリが目立っています。今日はおよそ24トンのブリが水揚げされ、北陸や関西方面などへ出荷されました。
東京外国為替市場午後5時時点の円相場は昨日より1円4銭円高ドル安の1ドル122円77銭から80銭でした。また主要銘柄の平均株価の終値は昨日より48円29銭値下がりして1万4835円41銭でした。続いて気象情報です。今夜のお天気です。北陸から北の日本海側で雨や雪、北海道の日本海側では局地的に大雪となる恐れがあります。明日も日本海側で雨や雪のところが多いでしょう。今夜の降水確率、北陸や北日本の日本海側を中心に高いところが多くなっています。明日午前中は西日本と北陸、東北の日本海側で高めの確率です。この後は8時50分からお伝えします。タイ・バンコクから南へおよそ700キロ、マレーシア国境に近いトランのトランスタジアムです。4年に一度のアジアのスポーツの祭典、第13回アジア大会、12月6日の開会式を前に1週間早く36競技のスタートを切って男子のサッカーが始まっています。注目、日本の初戦の相手ネパール、前半は3対0と日本がリードを奪っています。今回のアジア大会はバンコクで開かれるのは20年ぶり4回目になります。大会の期間としては12月6日から20日まで15日間、41の国と地域が参加して、選手と役員を含めた人数は史上最多の9000人を超えるという規模です。日本の選手が入ってきています。前半は3対0と日本がリードしています。解説は早野博さんです。早野さん、はい。まあ、サッカーの場合ですね、オリンピックもそうですけれども、はい、開会式を前にですね、総合大会でありながら、うん、こうやって競技がスタートしてしまうんですよね。そうですね、まあ、一つは人気スポーツというのもありますけどもね、日程的に間に合いませんのでね、まあ、ですから開会式に参加するということがありませんし、途中で負けてしまうとこれ閉会式も出られなくなってしまいますのでその通りですね。まあ、順調にいきますとサッカーの場合には決勝は12月の19日ということになります。日本のこれまでのアジア大会を見てみますと、最高は1966年、同じこのバンコクで開かれた第5回大会は3位になっています。前回のあの広島大会では準々決勝に韓国に敗れて、まあ、あの時はファルカン監督でしたけれども、はい、まあ、その大会が終わってファルカン監督が解任されると、そうですね、いうことになりました。これまでこのアジア大会での優勝の最多は韓国の3回、そしてイラン、台湾、インドが2回ずつ優勝しています。今日のレフェリーはいずれもタイの方です。主審はチャイワットさんです。まあ、前半は日本が3対0とリードを奪いましたけれども、はい、この後半に向けて、はい、まあ、3点をリードしたということもありますし、他のリザーブの選手も使ってくると、うん、いうこともこれトルシエ監督は試してくるんじゃないかと思いますが、いや、それは可能性大きいですよね。まあ、ベンチに座らせていくだけでは選手というのはやっぱり経験になりませんから、いろんなことをこの予選のところで試していくということは一つの手だというふうに思いますね。はい、そのためにも今こう出ているスターティングメンバーの人間がやるべきことをきちっと遂行するというのが前提にあるべきだと思います。ただこの放送席から見ている限りでは日本の方にメンバー交代はこの後半にかけてはなさそうです。右のエンドに日本、左に赤いユニフォームがネパールです。さあ後半のキックオフです。3対0と日本が3点をリード。ハーフタイムではトルシエ監督からはどんな指示が出てくるか、あるいは何かこう変わってくる点があるんでしょうか。戸田が上がって左の中谷、両サイドは非常に運動量が多いんですが、はい、やや中盤の方でですね、
小野とかあるいは稲本、はいはい、このあたりの運動量がやや前半少なかったようにも思いましたけれども、そうですね、前半の途中からサイドへのこうサイドの動きっていうのは非常に多くなりましたけれども、なかなか中盤のこう入れ替わりだとか後ろからのこうビルドアップという部分では人が足りなかったっていうのはありましたね。あと、まあ、練習試合もやってませんのでツートップを試したのもこれほとんど初めてになると思いますけれども、そうですね、しかもうちょっとツートップの連携というのが出てくれば面白いと思うんですけども、今日のツートップは日本福田と高原、そしてそのツートップの後ろにこの今ミスキックをしてしまった小野が入って、うん、左のアウトサイドに中谷、右に市川、中盤の守備的な位置に稲本と石井、ディフェンスの3人は左から戸田、宮本、古賀正弘というメンバーです。7番はガンバの稲本、稲本がもう少しこの2列目あるいはその後ろの3列目から前線に飛び出してくるというプレーがアルゼンチン戦はたくさんありましたよね。まあ、前線に飛び出すというかですね、その前線と2列目中盤との間のスペースまで上がってくるということですね。ただこの後半に対しては今、非常に左サイドの中谷君を使おう高くしようというような意図は見えますけれども、この中盤を僕は見たメンツを見た時にですね、このタレント性というのは高いもあると思うんですね。もっとコンビネーションを組んでそれによってサイドがフリーになるという考え方でいったらどうかなというような感じはしますね。ジュビロの高原、そして福田というツートップです。古賀正弘が戻っています。この後半にかけて赤いユニフォームのネパールの方もメンバー交代はありませんでした。交代は5人ベンチに入って3人交代することができます。このなんと中谷がちょっとミスになりました。またこれ小野が倒れています。稲本ですね、稲本ですね、はい、パスした後にちょっと足を蹴られたんじゃないかと思うんですけどね。稲本が倒れています。こうやって足を蹴られるっていうのはね、相手も近くに行って反応だけでちょっと早く触ったというケースが多いんで、もっとパスの中で受け手の意図っていうものが出てくると相手もこう足を蹴られないようになると思うんですけどね。それは痛さを持ってちょっと経験してもらった方がいいかもしれないですね。それから早野さん、はい、ツートップのこれ役割分担といった面では、はい、今日はまあ、どちらかがポストになったりあるいは動き回ったりといった動きの面ではどうでしょうか。いや、あ、これは届きますかね。中谷です。ここはもう全員がこうボールサイドのところについていかないといけないと思うんですね。ここの小野君のも中途半端でしたよ ね、ボールに一番近いところですから、はい、宮本が上がってきます。中谷、小野です。ちょっと小野が今もトラップをミスしました。いや、2トップの場合はこう1人が必ずサイドにポイントを作りに行くような形を今取ってると思うんですね、はい、今だったら今こう高原ですね。この後の問題が大きいと思うんですけれども、1人がサイドに流れているということはセンターは1人しかいないわけですから、もう一枚誰かが行かないとゴール前での枚数が足りないわけですね。それは中盤から前線に飛び出してくる選手がいないということですね。福田、今日2得点の福田、福田粘る。まあ、確かに赤いネパールのユニフォームが効いてこぼれ球は必ず拾おうとしますんで、はい、なかなかそのボールを取ることも難しくなりますが、さあネパールが久しぶりに突破をかけてくる。スペースを使われて中に放り込まれた。跳ね返す。シュートセンスがあります。ネパール、フォワードの19番のタマンです。まだ16歳のプレーヤ ー、このスタンドがようやく湧いたこのトランスタジアムです。
まあ、今のあたりでもゴール前中央にディフェンダーが固まったときにどうしても両サイド後ろに大きなスペースができる、はい、そこを使われるというプレーでしたね。いやでもこれはあのネパールの一つの狙い前半から申し上げてますけれども、きちっと守ってというか人数を置いてですね、奪ったボールから攻めに行きたいと、日本はやはりそれだけ人数をかけてくるだろうという予測のもとの形なんですね、それの分かっていながらハマってしまうというのがね、もう少しアイデアを出してもらいたいなという感じがしますね。中谷へのパスがどうもうまくいきませんでした。戸田が上がってきます。このゲームの中で誰がこのチームを落ち着かせるのかと、どういう方向で攻めていくのか、どういう形で守るのか、どこから行くのかっていうのがね、出てるのかどうかですね。仲間ということはいいですけども、やはりきちっとリーダーシップを取る人間がいないと僕はチームというのは成り立たないと思いますね。かなりトランスタジアムは風が出て、右から左方向に風が吹いて、日も陰って雲が出て、手元の寒暖計では気温が30度まで下がってきています。ああ、それから今雨が降り出しましたね。昨日もね、このぐらいの時間、もうちょっと後ですかね、雨が降ってきましたけれども、かなりこれ一旦降り出すと激しい雨が降るんですよね、さっきベンチでトルシェ監督の方が交代の指示を出したような感じがしますから、もうちょっとしたら変わるんじゃないかなと思いますね。なるほど。これ後半の立ち上がりではなくて、始まってわずか7分ぐらいでベンチが動くと言ったということは、うん、やはり前半からのやっぱ不満の部分があったというか、動きにちょっとこうオーダーに対して応えきれてないというようなことから一つ変えてですね、このゲームのやりたいことっていうのを続けていきたいという意思だと思いますね。つまり監督としては前半不満なところがあって、ハーフタイムで修正をかけて、はい、それが後半立ち上がりでできるかどうか見て、そうですね、それでなおかつ早い段階で交代と、うん、いうことになるんでしょうか。そうだと思いますね。それは言い渡したんじゃないでしょうかね、できなかったらっていうのはね。どうもボールへの寄せに対しても積極性というか、うん、アグレッシブな前を向く姿勢というのがあまりこの後半も感じられませんね。これはね、単に頑張ってボールのところに行けということじゃダメだと思うんですね。その取る形をしっかりと作らなければなかなかボールというのは取れませんから、そのためにこうラインをコンパクトとかいう言い方をしますけれども、なぜコンパクトにするのかというのはボールのアプローチが非常に早くできるということですから、はい、石井です。レッズの石井、この高原のところでどうもボールが収まらないですね、うん、そうですね。あそこでボールを取られると、こうしてカウンターのピンチを日本は招いてしまいます。よく稲本が頑張りました。その稲本に対するファウルです。先ほども足を蹴られている稲本、そして今9番のナレシ女子にイエローカードが出ています。イエローカードは1試合で2枚出ますと当然退場になりますし、他の試合で出て累積2枚になりますと次の試合ができません。今日はネパールチームとしては3枚目のイエローカードになります。日本は守備的ミッドフィルダーを得意とする明神が今準備をしています。この高原、戸田、左サイドのディフェンダーが上がってきて、この辺りもどうも合いません。ちょっとこう視野が狭くなりつつありますね。先にネパールの選手が変わります。トップのナレシュ女子に代わって16番の選手、ネパール16番は同じフォワードのバサンタタパが入っています。16歳のフォワードですから、ネパールは16歳のタマンと16歳のバサンタタパという2人の16歳コンビのツートップということになります。ね、まあ、このチームはネパールのユキフン監督が U16 の監督もしていたということで、16歳以下の代表選手が登録の20人中なんと6人もいるんですよね。なるほど。ただネパールとしてもやはりそういった若年層からの代表からのこうステップアップというのはね、当然やってきていると思いますね。はい、
やや前半に比べてこのネパールの方がラインを上げて前目、攻撃に来るように原さんなってきましたよ。なってきましたよ。人数も増えてきましたし、右サイドのツララから19番のタマンを走らせようというプレーです。これはね、日本にとって非常にリズム悪いですね。守ろうとしてゾーンを下げていることじゃなくて、こう前線からの流れがこう波が押し寄せるように最終ラインにこうプレッシャーというかですね、流れを来てますので、はい、なかなかうまい形で取れる状態にはないと思いますね。今おっと、高原のシュートはゴールキックです。日本は明神が今選手交代を予備審のところに告げに行きました。今の高原のシュートです。まあ、高原もようやく今日シュートを放ってきました。そうですね、まあ、これ相手のミスからこういったところでね、本当にどうしても決めるんだっていうような形までもう一つ行くと、僕はあのポストじゃなくて、はい、その内側に当たるんじゃないかなと思いますけどね。あ、どうも中谷に変えて、これ明神のようです。左のアウトサイドの中盤の中谷に変えて明神が起用されそうです。日本これ日本チャンスになりますが、一旦下げて日本上げてきて福田まで届きませんでした。早野さん、はい、ここで明神が入って、はい、中谷を出す、はい、この狙いはどうでしょうか。これシステムの変更があるんじゃないかなと思うんですけどね。今明神が何か言って、そして市川が左サイドまで来てますね。そうですね、市川を左サイドに入れましたね。ですから市川が左のアウトサイド、右から左に回って明神が右のアウトサイドに入ってくるという形に変わりました。ますね、ははこの形はこのタイの合宿中にもあまり見られなかった布陣だと思いますけれども。その通りですね、システム的には大きく変わってないですね。逆に言えばポジションを変えてこうした形を取ってきます。明神は所属のレイソルでは守備的ミッドフィルダー、はい、あの下平と2人で、はい、そうですね、まあ、いわゆる2人のボランチ、守備的ミッドフィルダーを務めていますけれども、はい、その明神が右のアウトサイド、ただこの 3-5-2 の形にしても、あのいわゆるウィングバックと言われた時代はもう終わってますんでね、中に入っても仕事ができなければこのアウトサイドってなかなかもう機能しないと思うんですね。なるほど、右のアウトサイドから左のアウトサイドにポジションを変更した今戻ってくるのが19番の市川です。小野もだいぶこう足の蹴られたところが痛みがあるようで動きがちょっと悪いですね。それからあの足を引きずるケースもありますし、はい、先ほどのミスキックやあるいはトラップミスもありますんで ね、まあ、全く本当運動量がなくなってますから、逆に言えば早く変えてですね、違う選手で行ってもいいと思いますね。こうして見ていましても、あのアルゼンチン戦のようなコンパクトなサッカーではなくて、はい、かなりそのディフェンスラインと前線の間が空いて、はい、中盤にかなりスペースができてますよね。いや、このチームやはり中盤というのは魅力的でしたけれどもね、その辺 の影は完全に潜めちゃってますね。日本の中盤は右のアウトサイドにレイソルの明神、そしてその左横に石井、さらにその左に稲本、そして左のアウトサイドには市川という形に布陣を変えました。右から左に回った市川、放り込んでくる福田のシュート、左足、今日2得点の福田、またいい形で今度は左足で狙ってきました。ただキーパーの正面、いや、ただこのシュート打っていく枠にいってる、本当は入れてほしいですけれどもね。今日の役割は福田君がセンターで頑張るというのは、まずファーストストライカーの役割をしているんじゃないかなという感じですね。そうですね、日本のコーナーキックになります。日本のこうしたコーナーキックも練習していた形ですが、真ん中ヘディングシュート入ってきた、日本4点目、最後は稲本、ガンバの稲本がヘディングで押し込んでいます。後半の16分、日本追加点が入って、これで4対0です。180センチの稲本、
まあ、非常に高さの面でも自信を持っていますが、早野さん、はい、これも練習と同じような形になりましたね。ただこれちょっとキーパーに問題があるような感じがしますけどね。前に古賀正弘が入って、そして中に稲本、その後ろにこれ福田が入ってくるんですよね。そうですね、ニアに2枚来て、はい、真ん中それからファーサイド、トイフォーに行っていく形の中での点ですからね、はい、4点目に日本が入りました。4対0、日本は選手を1人変えています。交代は3人認められます。ベンチ入りは5人です。どうも先ほどから運動量が落ちている、足の痛みなどもあるんでしょうか。この小野、今もちょっと引きずってるような感じですよね。ボールが2つ入ってしまいました。手前にいるのが韓国のユ・キフン監督です。ユ・キフン監督は韓国が94年のアメリカワールドカップに出場した時のアシスタントコーチ、大学で監督を9年間務めて、 K リーグのデウでも監督を務めたそうです。何か小野のキックが今日はこの後半は特におかしいような気がしませんか。キック自体よりはそのボールへのアプローチ、寄っていくときにスピードがないですから、どうしてもギリギリで蹴ってしまうというような形からミスになってますね。ですから動き自体に問題があるんじゃないかなと思うんですね。それとやはり2トップがこうやって動き回った後、2トップと小野との関係というのはほとんど今いい状態保たれてませんのでね、はい、日本ボールのフリーキックは早く進められています。もうボールはゴール前まで運ばれています。福田がチャンスを掴んできます。福田ゴール前に高原入ってくる、後ろから石川飛び込んできた、石川のヘディング、その前でハーフボレー気味に打ってもあったと思いますけれども、いや入り方は良かったと思うんですけど、もっと狙いを持っていったら面白かったと思うんですね。このプレーです。ここでキックかと思ったんですが、はい、ヘディングでゴールを狙ってきました。左のアウトサイド、まあ、いわゆるウィングバックとも言われる位置ですけれども、そうした位置よりも攻撃に、あるいは真ん中のディフェンスにも入ってきます。石井、高原、このね、小野、それから高原、そして福田という3人とそれ以外との間がね、ちょっと喧嘩をしているような感じですね。もちろん本当にしてるわけじゃありませんけれども、やっぱりこれくっついてないですよね。少し離れてる、チームバランスとしては良くない状態っていうのを感じを受けますね、ここから見ると、前線の2人と、そしてその三角形を作るような形で小野がいて、はいはい、そして中盤に4人が引いてる形です。そうなんですね。日本ベンチはもう1人選手が変わりそうです。2番のジェフの山口が準備をしています。センターバックを中心にプレーしている選手ですけれども、そうですね、これでもボールと奪えなかったのも今の現象から来てると思うんですね。トップとの差があって、ただこれディフェンスラインは前に押し上げてますんで、ちょっとこれ危ないプレーになってきますよね。そうですね。いや、トルシアのサッカーがアグレッシブという言葉を前提にするんであれば、ちょっと今日のゲームはその意図とは外れているような感じがしますね。日本ボールのコーナーキックになります。宮本に代わって2番の山口が入りそうです、まあ、宮本は右の太ももの付け根を痛めているという情報で、この2日間別メニューを練習していましたけれども、その宮本に代わってここで2番のジェフの山口の起用です。この山口もジェフで J1 の参入戦を戦って、そしてその後にこの代表チームに合流した選手です。またこのコーナーキックの後にポジションは確認していきますが、
近いサイドには福田が入ってくる。古賀もいますが後ろから市川が狙ってくる。ヘディングシュート入ってきた。福田のヘディングシュート、あまりボールにスピードのない緩やかなこう大きく弧を描くようなボールでした。山口がそのままキャプテンマークをつけて宮本のポジションに入りましたね。そうですね。ですから3人のゾーン地域で守るディフェンスのちょうど中央に入ってきました。日本は2人メンバーを入れ替えています。後半の20分になっています。そしてネパールはゴールキーパーをどうも変えそうです。珍しいですね。アクシデントはないと思いますが、アクシデントがない中でネパールはゴールキーパーを変えます。なかなか背番号2番をつけたゴールキーパーというのも珍しいんですけれども。珍しいですけど彼も16歳ですね。サンチェ女子という選手ですがゴールキーパー16歳、16歳のゴールキーパーにネパールがまた変えてきました。ですからこのピッチ上にはネパールの選手は4人16歳の選手がいるとそうですね、という形になってきます。まあ、日本は21歳以下の代表、これは2年後のシドニーオリンピックを狙う。シドニーオリンピックの時には、まあ、23歳以下の代表で臨むために、現在の今そのオリンピックの2年前では21歳以下ということになります。まあ、これまでアジア大会には日本はフル代表を出してきました。はい、前回は日本地元広島大会ということもありまして、そうですね、まあ、この試合の前に体協会の人ともお話ししてなぜ日本はフル代表じゃないのかというのは聞かれましたけれども、やはりこう日の丸をつけた以上はフル代表だろうが代表じゃない、このなんていうんですかね、オリンピック代表でも勝ちに行くということは日本は考えているので、そういったことあとオリンピックの予定でしょうね。そうでしょうね。そういったことからもう当然言って別に力を抜いてるわけじゃないんだという話はしましたけどもね。ただトルシエ監督はもちろん勝敗もありますけれども内容を重視したいんだと。どうですかね、それは見る人によって僕は変わってくると思いますから、あくまでもやっぱりこうインターナショナルマッチに出て相手がどうであろうとそういったその最終的にはハートの部分絶対勝つんだということをこうハートの中に入れとかないとですね、お守りにもなりませんしいいプレーも出てこないと思いますね。まあ、もちろん結果を出す、はい、トルシエ監督はベスト4が目標と言っていますので、そのベスト4という目的を達しながらその内容も充実させていこうと。もちろんそうだと思うんですよ、いうことだとは思いますが、もちろん内容というのはもう当然あると思いますね、はい、ですけどやはりこういった部分でその何のためにこうやコンセプトを持っているのかということを分かるためにもそういったものを動かすのは頭ではなくて頭は使うもんでやっぱり心がやっぱりハートがないとね動かないと思うんですね。石井です。石井が狙ってきた。これシュートだと思いますけれども、シュートでしょうね、今の状態でもきちっと軸足を踏み込んだ状態で冷静に打てれば枠には行ってたと思いますけれども、ああいったところの慌てというものもどう抑えていくかということでしょうね。まあ、後半日本はコーナーキックから得点を取りましたけれども、はい、相手を崩して、はい、いい形でボールを出して、はい、シュートを打つと、うん、フィールドゴールですねこれが後半まだないですね。まあ、この後どう監督の方が会見をするか分かりませんけれども、じゃあ自分たちが狙っているサッカーというものは今日の中でできたのかということであればなかなか難しい点を出さざるを得ないと思いますね。小野です。右の大きなスペースを使って明神です。レイソルの明神、この明神も右の太ももの付け根を痛めているという情報がありましたが、今日は途中から出ています。まあ、よく日本はこういった引かれたチームに対してのアイデアがないとかって言われますけれども、やはりそのためにもこれだけのメンバーがいる中盤が機能しないということが一番の問題だと思うんですね。例えばこれネパールという家が雨漏りをしてきたら一生懸命防ぐわけですけれども、手がいっぱいになった時にいっぱい漏れてくるところにはどっかを掘って出てくるわけですから、そういった勢いのある突破というものがこの中でできてないということだと思いますね。特に後半ですね、はい、中盤のとりあえずパスがこう回らないですよ。そうなんですね。そして2枚しかいなかったディフェンスラインの裏に出されました。19番のタマンが右サイドから走ってくる。ゴール前2枚います。その19番のタマンへ押し上げもありますね。シュート、
ネパールがこの後半は攻撃にも厚みを出しています。ですから前半の引いてる一方のネパールはちょっと後半違いますよね。違いますね、やはり出てきてますよね、セカンドボールに対してもこう人が行ってますから、はい、これ後半の25分になりますけれども、平田さん、はい、まあ、日本の疲れというのもあると思うんですけれども、リズムの悪さが操作してるんだと思うんですね。これ逆サイド空いてるますけどもね、このままボールを中に運んでいます。雲が出てこのスタンドは暗くなってきました。バンコクの南700キロ、マレーシアの国境にも近いトランスタジアムです。照明に明かりが入っています。いや、今のも前向いてほしかったですね、簡単に今福田がボールを後ろに戻してしまいましたよね、うん、まあ、このチームでやろうとしているのは、まあ、最初はウェーブという言葉を使いながら僕は前前だと思うんですね、で攻撃今度ディフェンスした時のボールに対して前前蹴られる時にはバックするという形、ところ今のシーンでも前へという気持ちはこっちには伝わってこなかったですね。あ、そして日本3人目の交代が準備しています。広山です。ジェフの広山、まあ、広山は右サイドのウィングタイプのプレイヤー、スペースがあるところにスピードを持って走り込んでくるというタイプのプレイヤーですから、なかなかこのネパール戦では引いてしまった場合には出番がないかもしれないと思っていたんですが、ネパールが出てくるようだと後ろにこれスペースが生まれますので、広山の持ち味が生きるかもしれません。あ、そしてどうも小野交代ですね。そのようですね、やや足を痛めている小野を途中で変えて日本は広山を入れます。ジェフ1からの広山、おっとやや足を切られたようにも見られましたけれども、ファウルはありませんでした。稲本が倒れています。まだ稲本が倒れています。ネパールはここ攻撃のチャンスですから、そのままボールを運びますが、ここで一旦攻撃を切りました。稲本が倒れています。その稲本が倒されたプレーですが、まあ、蹴ろうとしたところ、はい、まあ、14番の選手でアルダンが来てそれに当たったということだと思うんですけど、はい、これ例えばそのアルゼンチン戦であったらあんだけの時間があって蹴ろうとするかどうかでしょうね。なるほど。ですからああいったシーンからもその強い相手とやってる時のプレッシャーが早い、時間がないといった意識でやってないというような形が僕は見えるんですね。今小野が交代しましたが、小野自身は何かこにも納得があまりしないような表情は、ややこのベンチに引き上げていくときにされませんでしたね。いや、このプレーが自分自身納得できなかったんだと思うんですね。小野に代わって広山が起用されています。広山はとりあえず今のところは小野と同じようなポジションになりますね。同じポジション入ってますね、ですからこれは全然システムも変えてないということですね。本来広山はジェフでは2トップの右サイド、はい、ややその、まあ、武田がいてその後ろ側にいて右サイドのスペースのスピードに飛び込んでいく選手のタイプの選手です。ですからちょっと小野とは持ち味が違う選手ですが、明神です。この辺りで簡単にボールを取られると、まあ、明神がこの責任を取りに今行きましたけれどもね、はい、攻撃に出ようといったところでボールを取られるとそれは自然とピンチになってきます。しかしやはりアルゼンチン戦の印象が強いし、トルシエ監督もそれで気持ちよくやってますから、その時にできてたプレーがなぜここでできないのかというのが一番の問題じゃないでしょうかね。はい、間もなく後半の30分になります。後半は日本はコーナーキックからの得点だけですが、ヘディング高原、後ろから稲本のシュート、ディフェンダーに当たった。コースが変わってコーナーキックです。稲本のミドルシュート、そういえば後半はこのミドルシュートもあまり見られなくなりましたよね。いや、打てないんですよね。ですからああいう風な形でゴール前まで行くとですね、ディフェンダーが下がってこぼれ球で打つとか、その前半のようにネパールが下がっている時にはスペースができますけど、中盤ができませんから、
そのシュートを打つ状況にもいかないわけですね。日本のコーナーキックは近いサイドにぐっと2人入ってその後ろにさらに2人いるという形になります。近いサイドを狙ってきます。後ろから戸田、戸田もシュートチャンスがある。シュートを打ってきた戸田、こぼれた稲本、後ろから石井。あとトルシエ監督は練習の中でもあのこぼれ球への反応というのを、ね、何回も何回も繰り返し練習してますよね。いやそれはこぼれ球っていうことだけじゃなくてですね、はい、こぼした福田、一歩戻ります。稲本のディフェンスです。戸田が抜かれた、いい山口のカバーでした。エスパルスの戸田、グランパスの古賀、右サイドに明神です。あここもパスミスになってしまいます。明神いい形でボールを取っています。日本近いサイド福田入ってくる、広山ですね。広山、まあ、あれ広山の持ち味ですね。その通りですね。あの縦への突破、自分のドリブルの特徴を生かしたプレーだと思いますけども、それにしても全員のサッカーというのを掲げている割には今は3人しか攻撃参加していません。これ暑さもあってなかなかその前に詰められない、うん、体力的な問題もありますか。ただやはりこの初戦の重要性ということも訴えているわけですから、その全体での例えば60分で、ね、体力が落ちたためにこうなかなかできなかったというのはコンディション調整でいいと思うんですよね。市川です。高原粘る、鶴山、稲本、あこの辺りもネパールの寄せがこの後半は非常に速くなっています。ネパールに出てタマン、16歳のタマンからオフサイド。この後半になってから日本がようやくオフサイドは取れるようになりました。それだけネパールが攻撃に攻めていると攻めてるということですよ。ということですね、はい、この今このシーン画面では2人スルーパスで惜しいと思いますけど、この横の見えないところにフリーがいますから余裕ができたときにはそこをつながれるとディフェンスライン3人ですから厳しかったですね、はい、今のはこれ狙ったオフサイドですか。うーんそうだと思いますよ。あれは宮本に代わってこの今2番をつけているジェフの山口がディフェンスラインをコントロールしています。ゴールキックです。今僕の印象では稲本からのロングボールっていうのが初めて出たような気がするんですよ。あーはー、ですから相手に対してやっぱりそのジャブばっかり打ってたんではね倒せない、やっぱりストレートも打っていかないといけない、リズムを変えなきゃいけないっていう意味では今までその辺のところは見られなかったですね。そういえば短くパスをつないでいくというのはありましたけれども、はい、大きなボールでサイドを変えてくるというボールは本当にないですね、うん、まあ、つなげると思いますよね。これだけ引いてるわけですから前半なんか特に、逆につなげるからこそそういったボールが少なくなってしまったんでしょうね、うん、そのためにやっぱりワールドカップもそうですけど、やっぱ遠いところでも1対1を外しながらボールを受ける、そこに正確にキックするというようなことも頭のアイデアの中に入れてこなきゃいけないと思うんですね、やっぱそういったことを試してもいいわけですからね。そうだと思いますね。点差考えてみればそこでのミスというのは逆襲には多分ならないでしょう、はい、途中から入ったレイソルの明神です。あとねボールの文句ばっかり言ってるので申し訳ないですけどねボールの捉え方がねこうキックするボールをかさられたりとかっていうのはね、これはもう集中力のなさだと思いますね。それからこうしたミスが非常に目立ちますよね、まあ、トルシエ監督は常々言ってるのはミスを少なく取ったボールは確実に正確にということを繰り返しますけれども、まあ、でもサッカーは僕はミスのスポーツだと思いますよ。満点はなかなか出ないスポーツですから、それを少なくするというのは当然のことだと思うんですね。前に高原いて後ろからシュートがある、シュート打ってきた広山のシュート、途中から入ったジェフの広山のシュートです。小野に代わってこの広山は小野と同じポジション
ですからちょうど2トップの後ろ側に位置するという感じになりますが、やや小野よりはやはりスペースを欲しがってか後ろ側のポジションを取っています。後半は35分を回っています。日本は4対0とリードしていますが、後半は相手のディフェンスを崩していい形で決定的なチャンスをつかむというのがほとんどあこれ見られませんよね、うん、かといって中盤で余裕があるのかといえばそうには見えませんしね。中盤ではかなりこの赤いネパールに寄せられてますもんね、うん、そうでしょうね、まあ、もちろん試合開始前には直前にもう36度という気温が発表されましたけれども、はい、その暑さもありますが、ただもの後半に入ってからは完全に日が落ちて曇り空、今このトランでは雷も鳴っています。あ、いいチェックですね。あとここがね、稲本のパスが中途半端になってしまいました。今日はまあ中村俊輔の発熱によって期せずして日本は高原と福田という2トップを試すことになりましたが、早野さん、はい、こうした意味ではその2トップの働きというのはどうご覧になってますか。まあ、福田君の方はミスもありましたけれども自分の役割というものをきちっとやり通して80点をつけられるんじゃないかなと思うんですね。ただ高原の方にはなかなかこれボールが収まらないような印象がありますね。そうですね、やはり本人も安定性がないなということは思っていると思うんですけど、逆に言えばその誰が彼を助けに行くのかといったときに相手は人数を多く守っているわけですから常に合わないですね。ちょっと日本ヒヤッとしました。高原のところというのは赤いユニフォームのネパールのディフェンダーは多くいるというのは前提でこの試合進んでますよね、はい、そうしたときに彼一人だけに任すんではなくて例えば小野、広山もしくは今で言えば市川左サイドであればそれがダイレクトでもらえるような形でいってるかというかさっき言ったように広がってますからね、うん、なかなか自分の良さは高原は出してないと思います、まあ、2人のツートップの関係を見ていますとやや高原の方が下がってボールをこう収めるような形、前線でキープするような役目、うん、まあ、動き回るという形でしょうね、そしてまあセンターフォワード前線に近いところには福田といったポジショニングにはなっています、今日は福田は2得点挙げています。ただ高原もいい形でシュートを打つというケースがこの試合はほとんどありません。後半は38分を回っています。日本に後半フィールドゴールが挙げられません。日本のその後半の1点は石井のコーナーキックから稲本のシュート、まあ、つまりセットプレーからの得点です。高原いい形でワンツーになってくる。あの辺りもすっかりネパールに読まれてしまって、うん、ディフェンスの対応に合ってますよね。まもなく後半の40分になってきます。4対0と日本が4点をリードしています。かなり雨が強く降ってスタンドのお客さんも移動を始めています。市川アマッティがちょうど中盤のネパールの攻撃の中心になってきます。今テレビをご覧の皆さんにもかなり強い雨音がお耳に達していると思いますが、この対トランではよくこうやって夕方になりますとスコールのような雨が降ってきます。今日もそのスコールがありました。雨の中のこの後半はゲームになりました。残りは5分を切っています。日本4対0とリードしていますが、そうですね、まあ初戦とにかく勝ったことが良かったという見方もできると思うんですね。これから徐々にエンジンをしっかり温めて
シッと走り出すよという言い方もできると思いますけれども、その、まあ、アルゼンチン戦があって非常にいいムードの中では物足りないなゲームだというふうに僕は思いますね。これがたとえ暑さの中であったにしろ時間帯の中で非常にうまくいった時間帯があれば、まあ、それは救いだと思うんですけどね。まあ、もちろんこの1次リーグは3チーム中上位2チームが2次リーグに進むことができる、まあ、しかも相手はネパールとインドということですから、まあ、日本としては余裕を持った戦い方もできるはずなんですが、まあ、そうした中にあってそういうチーム相手に、はい、まあ、どういうサッカーができるのかといったところもトルシエ監督は見たい一つだというふうに話していましたんでね。そうでしょうね。やや煙るような感じになってきましたトランスタジアム。ラインの裏を狙ってくる。スピードを狙います19番のタマン。キーパーが出てきた。まあ、時間もなくなってネパールはラインの裏裏を狙ってきます。特に2トップを16歳コンビにしてから、はい、そのスピードを生かそうというような攻撃が多いですね。そうですね、確かにそのスピードありますよね。ただ日本としては2戦目1日置いてインドと対戦しますけれども、まあ、そのあたりのことを考えますとやはりですね、はい、いい形で日本も終わっておきたいでしょうだと思いますけども、後半の終わりですからね。この辺はやはり中1日でこの若い選手の気持ちの切り替えうまくしないといけないと思いますね。このしかし後半は日本ほとんどいい形が出ません。コーナーキックによる1点だけという日本後半です。まあ、こうしたスペースを浮かそうという攻撃ですけれども単発で、いやこれ逆に指示出てるわけじゃないと思うんですよね。3バック、それからその稲本、今であれば石井ですよね、はい、骨のラインのところはそんなにバランスを崩すなと言われているわけじゃないと思いますけれども、そこは上がっていけないですよね。全く後半はあの稲本やあるいは石井というのが前線に絡んでくるといったケースがなりませんもんね、はい、そうですね。土砂降りに近いような雨になりましたトランスタジアムです。第13回のバンコクアジア大会、12月6日の開会式を前に1週間早くサッカーが始まっています。その日本の初戦、36競技377種目の、まあ、日本のスタートにもなるわけですけれども、はい、その日本チームの初戦になりますが、まあ、4対0とリードしていますけれども、どうもまだここまでのところは、うん、不完全燃焼と、まあ、普通のゲームで4対0っていうのはね、本当にあまり考えられない対象だと思いますけどね。ただネパールだから体力的に欲しいということで僕は申し上げているわけじゃなくて、その内容的な部分でこう作りをしながら、そしてゴールを向かっている姿勢が出れば僕は問題なかったと思うんですね。その勝利勝つためにこうゴールを奪うという姿勢があれば、まあ、そういった部分も物足りないということをずっと申し上げているだけなんですけどね。ただあのアルゼンチン戦のように前に前にプレッシャーをかけてきて、はい、ボールを早く取って、はい、相手のそのラインを崩して、うん、バランスを崩してですね点を取ってくると、はい、攻撃を狙ってくるといった形はほとんどこれ見られませんもんね。そうですね。ロスタイムは今3分とおよそ掲示されました。まあ、これで相手がその例えば UAE だとか韓国だとか中国になったらできるんだということでやってもらえば別に構わないと思うんですけども、ただこういったところでできないものがそういったところで安定して出せるかどうかという部分はちょっと不安な部分を感じるだけなんですね。日本ボールのコーナーキックですが、ネパールの選手が倒れています。このアジア大会のサッカーには23チーム出場しています。日本のライバル韓国はフル代表でこのアジア大会に臨んでいます。それから前回準優勝の中国もイングランドでもプレーしている選手が入っています。フル代表です。それから前回優勝のウズベキスタン、あるいは地元では非常に強いタイ、はい、あるいは
UAE アラブ首長国連邦、そしてあのワールドカップアジア第3代表決定戦で戦ったイランと、うん、いずれもフル代表、つまり年齢に関係ない国の代表選手が出てくる、はい、そうですね、まあ、そうした中でこの21歳以下の日本代表がどのように戦うかと、はい、いったところがこのアジア大会の大きな見どころになります。ですから本当にアグレッシブな気持ちを持たなければですね、もう自分たちの形はできないんだと思うぐらいね、まあ、厳しい戦いを待ってると思うんですね。シュート打った日本、最後は広山です。ロスタイムに入っています。まあ、勝負の方はほぼ消した感があります。ですからこのネパール戦勝ち点3を日本は取ることはまず間違いないところですけれども、はい、あとは日本がこのいい形、攻撃でいい形を作って、うん、次の1日置いてインド戦に向かいたいという思いがあると思います、はい、いやこういうのは、ね、若い選手ですからなかなか点が入らないことって自信を失うのが僕は怖いんですね。遠いサイドのボールです。ヘディングシュート、ふた最後蹴り込んで5点目が入りました。最後は稲本が決めて日本5対0。ただこれもまあコーナーキックからの得点です。今日は日本は結局フリーキックやコーナーキック、まあ、いわゆるセットプレーからの得点がこれで3点目ということになりました。はい、そうですね、まあ、これは悪いことじゃないと思いますけども、そんなに突出していいことだというふうには思わないですね。この流れの中でうまく点をセットプレーを絡めるというのがこの緊張したゲームでよくあるんですけどね。それとあの皮肉なことにね、はい、日本はこのセットプレーからの攻撃の練習というのは昨日初めてやったんですよね。まあこの高さの面でも日本に有利性はあると思いますからね、これが全ての面に通じるかどうかというのは問題だと思いますね。まあ、つまりしっかりとマークができるチーム、うん、あるいはその日本よりも体の体格のいいチーム、そうですね、こうしたところが来た場合には簡単にセットプレーでは点が取れないと、そうですね、そういうことはあると思いますね。ただこのセットプレーで取るということは戦術的にも大切なことだと思いますけどね。ただまあトルシエ監督がこれまで繰り返しシミュレーションしてきたその攻撃の形ではなかなか点が取れずに、はい、初めて昨日練習したセットプレーの攻撃からですね、今日は3点取ってると。そうですね、やはり続けていくことっていうのは大切なことで、ウェーブっていうのもこの試合でなかなか、まあ、昔からあった動きですけれども、はい、それがなかなか出てこれない、ではそれをやるためにどうするんだっていうことがこれから積み重ねてもう一度おさらいをしなきゃいけないのかもしれませんね。まあ、ウェーブと言いますのは中盤で、あ、ここで試合終了です。アジア大会の日本の初戦、サッカーの初戦は日本が5対0でネパールを下してこれで勝ち点3を取っています。まあ、5対0とサッカーの中では対象に近い得点差だと思いますけれども、はい、そうですね、ただその問題はその内容ですよね。まあ、若いですから勝ったことに対して、初戦勝ったことそれに対して喜んでるだけではやはりいけないと思うんですね。一番最初に言ったようにワールドカップに出場した日本ということの次の2002年の開催国でもありますから、まあ、それだけの責任も僕はあるんじゃないかというふうに感じています。この選手の表情を見ていましても、あまりその勝ったということで、はい、アルゼンチン戦のような喜びの表情は見られませんよね。うん、あれはその、まあ、オフィシャルのゲームじゃありませんし、こちらは逆にオフィシャルですから、こちらの方できちんと結果を出していくといった方がもちろん成績としても残りますからね。にもかかわらず勝ったことで今日2点を取った稲本もですね、はい、このあまり冴えない表情、まあ、やはり思ったことができなかったということが心の中にあると思いますから、ただもうインターバル短いですから、そんなことをぐずぐず言ってる暇もありませんのでね、ぜひ気持ちを切り替えて次に向かっていただきたいと思います。さあ、それでは今日の試合のハイライトシーンをご覧いただくことにしましょう。まあ、トルシエ監督は暑い中でもボールを取るときにはアグレッシブに行くことは変わらないんだと、いうことを話していましたが、まだこの日本に福田のヘディングシュート決まった。日本ようやく先制です。前半の11分、日本福田のヘディングシュートで先制です。田村さん、はい、まあ、これは福田に合わせていって、うん、稲本のボールでしたかね。そうですね、稲本から福田ですから、今のシーンによればクロスボール一つであって、相手センターのヘディングが弱かったということで補填になるわけですね。ですからこれを続ければ多分
どんどん点が入ると思うんですよ、ええ、そういうふうにするのか自分たちの流れの中で点を取っていくのかということがあので区別できないといけないと思うんですね。これだけ大きなスペースがあります。そして左のディフェンダーの戸田も上がってくる。中谷とスイッチしてきます。ゴール前には3人待っていますが小野のヘディング。小野、石川です。これでいいと思いますよ。もっと勝負に勝つ。中に入れてシュート。2点目。また福田。前半の12分日本2対0。福田今日2得点目で日本2対0です。やはりこの市川の縦への突破によってセンターのマークがずれるということですね。まあ、1点が前半の立ち上がり10分に入りました。11分に入りました。まあ、それからまた非常に日本の動きも良くなってくるわけなんですが。そうですね。小野が狙ってきて日本3点目。小野がフリーキックを直接入れて日本3対0です。今選手たちは走り出しましたけども、これは決めたんだからピュッと帰ってですね、またこう自分たちのゲームをしていくんだという姿勢を見せてほしかったですね。前半の31分、小野がフリーキックを直接ゴールに入れて日本3対0です。まあ、これは小野の技術の高さ、はい、日本のコーナーキックになります。日本のこうしたコーナーキックも練習していた形ですが、真ん中ヘディングシュート入ってきた。日本4点目。最後は稲本、ガンバの稲本がヘディングで押し込んでいます。後半の16分、日本追加点が入ってこれで4対0です。180センチの稲本、まあ、非常に高さの面でも自信を持っていますが、早野さん、はい、これも練習と同じような形になりましたね。うん、ただこれはちょっとキーパーに問題があるような感じがしますけどね。前に古賀正弘が入って、そして中に稲本、その後ろにこれ福田が入ってくるんですよね。あ、そうですね。遠いサイドのボールです。ヘディングシュート、福田最後蹴り込んで5点目が入りました。最後は稲本が決めて日本5対0。そんなに突出していいことだというふうには思わないですね。この流れの中でうまく点をセットプレーを絡めるというのが、この緊張したゲームでよくあるんですけどね。まあ、今ご覧いただきましたように5対0で日本が勝ちました。早野さん、はい、内容にそれからこれからの課題は残しましたけれども、はい、まあ、初戦に勝った、はい、8点3を取ったということはこれ大事なことと思います、うん。まあ、もちろんそうですね。この大会はこの試合で終わるじゃなくて続くわけですから、常にこうステップアップしていくためにもここを原点にしてもらいたいなという気がしますね。まあ、さらにこの後1次リーグの後には2次リーグもあります、はい、そしてその後決勝トーナメントがある。優勝するには8試合戦わなければいけない、まあ、その中の8分の1ですから。その通りですね。それと先に行けば行くほどだんだん段差がきつくなってきますので、ぐっと上がるだけの力を持ってほしいというふうに思います ね。 そうですね。今日の解説は早野博さんでした。どうも早野さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。日本はこの後アジア大会でサッカー男子1次リーグの2戦目を迎えます。中1日置いて12月の3日の木曜日、インドと対戦することになります。その日本対インドの試合は午後5時20分から12月3日になりますけれども、ご覧の BS1 で早野博さんの解説で再びご覧いただくことになります。アジア大会が始まってサッカーは1週間早く始まりましたが、その日本の初戦、日本がネパールに対して5対0と勝って勝ち点3を挙げています。それではタイのトランスタジアムからはこの辺で失礼します。